西山先生、ご紹介ありがとうございました。金属材料研究所の水口でございます。本日はまずこのような賞をいただきまして皆さんに、感謝申し上げます。で私が、この受賞にあたりまして、研究してまいりました内容につきまして今日本日簡単にご紹介させていただきたいと思います。で私は普段はスピントリックスあるいは製材の研究を行っておりまして、今回のこのテーマとしましては磁性ナノ超構造と各種エネルギー源の機能融合というところをまず第一に考えて研究を進めてまいりました。で皆様ご存知のように、身の回りにはさまざまな、微小なエネルギー源というのがございます。例えば熱ですとか光あるいは音波、それから振動電磁波こういったものが微小エネルギー源として取られています。でこのような、エネルギー源を有効活用して、電力まで持っていくときに、私どもが考えましたのは高度な方法論に基づきましてナノ構造を設計あるいは制御そういった、実践ナノ超構造を作成します。でさらにそこに新しい原理に基づきましたエネルギー変換技術を融合することによりまして電力を持っていくと。でその時に、そこを介するものがいわゆるスピン流と呼ばれるものです。でスピン流は伝統電子のスピン流あるいはスピン波スピン流といったようなスピンの核運動の流れとして捉えられておりますがこういったものを介して最終的には社会へ大きなインパクトあるいは貢献を与える材料機能性を創出するといったところに、目的を置いているんです。で古くから電荷と熱の、相関による現象というのは知られております。で例えば熱電変換現象としましてはゼーテク効果あるいはペルチェ効果ネルスタ効果その逆効果のエティクサーゼンとこういったものがございます。で近年になりまして、こちらにスピンを、機能をさらに付加することによってスピンカロベトロニクスという、呼ばれる、分野が、出現しました。でこちらではさまざまな効果がございましてこういった効果につきましては、盛んに研究が行われているところでございます。で我々としましてはこういったさまざまな効果につきまして熱と電気のエネルギー変換阻止あるいは排熱回収それから、多様な環境発電への応用とこういったところにありまして実用的な阻止応用までを、見た、研究開発を進めておるところでございます。で今回我々は特にその異常ネルスタ効果という効果に着目しましてそれを熱電変換阻止に応用するといった研究を進めてまいりました。で異常ネルスタ効果というのは効果自体は古くから知られていまして、例えばここに自発磁化を持つ磁性体があった場合に熱流を敏感します。そうしますと熱流とこの自発磁化の外積方向に電圧が生じるという非常に単純な効果でございます。でこの効果は一般的には時間の大きさに依存しますので、大きな時間を持っている材料がよく良いのですがもちろんそれだけではなくこれを実際訴訟するためにはさまざまな制約が生じます。でそういったものを加味しましてこの効果のアドバンテージをうまく生かすことによって特に室温付近で、既存の熱伝効率を利用する措置を開発するといった研究を進めました。で本日はあまり詳しいところは述べる時間はございませんが、現状で用いられていますのが熱伝、阻止としましたゼーベックモジュールというものがございます。でこのように N型 P 型の半導体阻止を、このような複雑な構造でつなげているのですが、現状で熱伝性の指数が低いあるいは、モジュールが複雑なために高コストといったいくつかの課題がございます。そこで、先ほどから述べておりますこの異常ネルスタ効果を利用した熱伝阻止を、提案いたしました。で、このように例えば大面積の、フレキシブルな物体があったところにその表面に、貼り付けることによって、大きな、熱伝変換効率を、出すことができるといったことを、我々は提案することができています。でその他にも特徴としまして、このような、単純な構造あるいは素子設計の容易性それからありふれた磁性元素で構成が可能であるといったアドバンテージがございます。でこれは計算なんですが横軸にいわゆるその性能指数熱伝の性能指数を取った場合にゼーベック効果とネルスト効果がどのようにその、変換効率が、推移するかといったものの計算結果です。で見ていただきますと、例えば ZT が1に近づいていきますとゼーベック効果はこのような曲線をたどるのですが、ネルスト効果はこのように非常に大きくエンハンスするということが知られておりまして、このように、変換効率が大きくなるほど、熱伝性の質が大きくなるほど、ネルスト効果の変換効率は大きくなるといったことが知られています。で私の研究では、いかにこの異常ネルスト効果を制御、増大させるかといったところに注目しまして、研究を進めまして、例えば高機能合成の材料の選択の、選択、それからナノ超構造の導入、あるいは外魔による制御といった、学理を、構築することに、成功いたしました。
で、さらに応用面で見ますと、機能的な環境発電の応用ということで、特に先ほど述べました通り、室温付近で小温度差によって小型発電できるような技術への応用を目指しました。で、提案させていただきましたのがサーモパイル装置で、これ実際に作りますと、非常に大きな電力を取り出すことができますし、あるいはこの温水、発電装置のような、このようなワイヤー二次生態を使うことによって、管の内部と外部との温度差で発電する、装置。それから最近はこの3次元電子とゼーベックハイブリッド装置と呼ばれている装置でして、このような数ミリ数ミリの装置に、3次元的な、鉄とコバルトの直列コードを作って、発電をするといったことにも成功しております。で、このように材料や組織構造を最適化することによって発電量が、スケール性を持って増加するということを実証しました。で、これ実際に環境発電に使う場合に、例えば、こう様々な振動、光と電磁波といった発電があるんですが、その中の特に熱の発電を見ますと、まあ、100マイクロワットパースクエアセンチメートル以上の発電エネルギーがやはり要求されるということで、今後はこういったものを目指してさらなるこの組織の高効率化や高機能材料の最適化、あるいは実際にデバイスとしての実証もさらに進めていきたいというふうに考えております。こちらが本研究の社員になります。こういった先生方にお世話になりました。本日はどうもありがとうございました。